さあここでまた一人カネゴンが来ましたカネゴン、カネゴン AKA 池子さん来ました。そうなの、もう、ね、カネゴンなの。もうエボジャパンが発表されてから、うん、もう金金言ってます。100万円ってずっと言ってます。池子さん別にいらないんじゃないの。やめろそういうこと言うのでもね、全てそこにあるお金は欲しいって言ってましたなのでそんじょそこらの金ゴンじゃありません。確かにそのなんかそれちゃんと言ってたら金ゴンっぽ、金ゴン味あるね。それはスーパー金ゴンです。うまい、はい、あー引き中間、あスポンサーひんやりタオル、それ池子さんの。あー分かりました、じゃあ後で後でさあ1ラウンド目は高橋さんが取って、このラウンドも開幕当てる。おちゃんと押し置き、いてどう？ちゃんと飛んだけど、これはガードできるね。おおっとっと、投げこすってる。うわうまっ、あっ うわっ、だー昇竜拳昇竜拳を破らぬ限り。そういうことか。さあ1回目、さあ下がりから投げ、体育はしっかり見て、うまっ、さあちゃんとプライオン取って確定コンボ、さあコンボが高えな。おい、さあ高橋さんもナイスガードだったんですけど、一生粉降らしてくる、一生粉が降ってくるよなーにこれ、粉が降ってくる、雨じゃんこれ。